2月24日にサウジアラビアのキング・アブドゥル・アジーズ競馬場で行われる G3 レッドシーターフハンデ、芝3000メートル、ニエヒト、オス7、モリヒデ、ブレイクアップ、オス6、モリタ、の2頭に招待が届き、これを受諾したことが17日、分かった。同レースは22年にステイ・フーリッシュ、23年がシルバーソニックと日本馬が連覇中。現時点でアイアンバローズ、オス7、上村を含めた3頭が出走を予定しており、日本馬の3連覇なるか注目が集まる。